はい、皆さんどうもこんにちは、ミント渋谷店の中川です。ミント開封動画、ルーキーエディションとちょっと空いてしまいましたが、本日はこちらを開けていきます。2018年 DBM ファーストバージョン、こちらですね、今日は2ボックス開封していきたいと思います。もう早くも定番アイテムという風になっているファーストバージョンで、もう正面は清宮選手がドカッと映ってますんで、皆さん開封本当楽しんで開けてみてください。なんといっても今回はですね、今回というか例年なんですけど、ファーストバージョンというのは昨年ドラフトがかったルーキー選手、あとは移籍した選手、あとは新外国人選手も、封入されているということで、もう本当レギュラーカードでもすごい楽しめる内容になっております。さあ開けてみますね。今回もシークレットカードっていうのがあって、各球団1人ずつシークレット版っていって写真が違うのが存在するということなんですが、申し訳ないですが、私今日初めてこのカードを触っているので、リストは先ほどプリントアウトして分かるんですが、どれがシークレットでっていうのがまだちょっとこの動画で お伝えできるかちょっと分からないんですが、そこの一つの楽しみだと思って皆さん開けてみてください。こういった、まず新外国人のハムのロドリゲス選手です。今年はですね、毎年、クロスブランドというのがあるんですが、今年はクロスユニバースというインサートですね。バレンティン選手になります。お、早速インサートカード、ジェームストーン、中日の鈴木選手です。あとは、10枚限定の緑白サインパラレルや、25枚限定の赤白、あとはホロ白など、さまざまな隠し要素もあり、いろいろあると思うんで、もうこれ動画では本当に伝えられないんですけど、こちらはクロスユニバースの坂本選手ですね。本当にね、こうお子様からお父さんまで幅広い年代で楽しめるファーストバージョン。こちらはまたインサートカード、斉藤弘正投手です。これはルーキーですね、ルーキードライ1でしたっけ、斉藤選手。あと青木選手はカード化されております。ですが、期待されている上原選手のファンの方は、ジャイアンツ単独で多分カード出ると思うんで、それまでお待ちください。ちょっと間に合わなかったみたいなんで。お、これは結構注目してる方が多い、ちょっと一旦どかします。ロッテ安田選手のルーキーカードと見てる間に、これはあれですね、200枚限定のルーキーのパラレルカードですね。楽天、ドラフト7位の寺岡選手の200枚限定です。こちら200分の200ですね。今年は200パラもあるんですね。本当ちょっとまだ私も研究中なので。もしかしたらシークレットですかね。そんなことないかな。こちらは坂本選手のレギュラーカードなんですけど、こういう写真あまりないと思うんで、かっこいいですね。これは坂本選手はシークレット版なってないです。すいません、巨人は小林選手でした。これはシークレットじゃないですね。これ怪しいな。あ、その前に、ロッテの、あ、ロッテじゃないです、失礼しました、ヤクルトの石山選手のシルバー白サインパラレルが出てきました。菊池選手がシークレットになってるんで、これもしかしたらちょっとシークレット版かもしれないんで、後ほど確認してみます。
ファーストバージョンは本当量が多いんで、なかなかこうゆっくりご説明してる時間がないんですが、まずこちらが移籍の代表でもある西武から巨人に移籍した野上投手のカードですね。これが巨人の初のカードかな。これもシリアル入りカードじゃないですか、これ。千賀投手のクロスユニバースの100枚限定カードです。こちらは100分の13です。そして監督もカードになってます。森重監督。一応置いておきます。さあ、あとは清宮選手の限定カードも大量に封入されてるんで、たいんですが、こちら4枚目こちらいきます。柳田選手のシルバー白サインです。ワンパック、これ10枚入りで20パックも入ってるんで、かなりこうワンボックス単位枚数もいっぱい入ってまして、楽しいシリーズで、あとはうん、今のところシリアル入りカードは2枚出てるところですが、2枚か3枚ぐらいは出ると、2枚出てるんでもう1枚はいると思いますが、もう少々お待ちください。お、これはあれです、失礼します。清宮選手のクロスユニバースカードです。これとかもかっこいいですね。あのチームのチェックリスト、誰があの何番でカード化されてるっていうのが、鈴木誠也選手のスパイクをドアップしてる写真っていうの、これもすごい素敵ですね。なかなかカードでこういうのは見かけられないんで。はい、前回のルーキーエディションでもご紹介しましたが、ヤクルトドラフト1の村上選手です。なんか早くも2軍では活躍してるみたいなんで、今後も期待ですね。さあ、残りが4パックです。失礼しました。はい、こちらが巨人の小林選手のシルバー白サインです。これが今年からのジャポニズム。あー、ちょっと、触らないようにしますが、すごいコーティング綺麗なカードです。こちらは楽天島選手ですね。これは箱に1枚なんですかね。今のところ1枚しか出てこないんで。肝心な清宮選手のルーキーカードが1枚も出てこないという。前回も僕はワンボックスでしたが、ルーキーエディションを開けて清宮選手のルーキーカードを引けなかったということで、僕ちょっと清宮選手と相性悪いのかもしれないですけど、これは巨人のドラフト1位桑原選手です。ルーキーエディションは記者会見というか入団発表の時の写真になってるんですけど、もうこちらはプレー中の写真になってますんで、やっとこうユニフォーム着て動いてる写真のっていう人は本当にファーストバージョンおすすめです。ということで、まずワンボックス目、あれ2枚しか出なかったですね。まずシルバーサイン、こちら3枚と、千賀選手とクロスユニバース、あとは楽天の柳田選手、お願いします。こちらの200枚パラ、これがワンボックス目の結果でした。ということで、もう1個いきますので、お待ちください。
ちら田島選手の50枚限定のルーキーパラレルですか。これはこれ大当たりじゃないですか。これで例年と違ってちょっとカードの加工が変わってますね。50枚パラレル、この格好かっこいいですね。今年から初じゃないですか、こういった格好をするのカードになりましたので、これはちょっと現物手に入れてお試しください。これは当たりですね。これかっこいいカードです。去年大活躍、DeNA 宮崎選手の100枚限定の金箔サインです。この箱は今 2枚目ですね。はい、こちらバレンティン選手の銀箔版のサインか。ロッテはすごい大活躍、菅野選手のルーキーカード、2ボックス開封しました。ちょっと動画長くなってしまいましたが、もうなんか松坂選手とか中日のカード初登場です。あとは先ほど動画でもご紹介しましたが、藤岡選手のルーキーカードなど、もう本当にベテランから新人選手、新外国人選手、移籍選手、完全網羅されているファーストバージョンですね。こちら本当に楽しくですよ。本当にもう子供から大人まで楽しめる商品になっております。で毎回開封動画のカードプレゼントしておりましたが、今回ちょっとそちらの企画はお休みで、ミント渋谷店のツイッターですね、ツイッターをフォロー&は、リツイートしてくれた方に、2名様2名様に5パックずつですが、プレゼントしたいと思います。詳細はミント渋谷店のツイッターをご覧ください。次回は、もうプロ野球始まっていろいろ商品出てくるんで、バシバシ更新していきたいと思いますんで、またちょっとお待ちください。今回もありがとうございました。